あなたのハートにペネトレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、今日5月の15日、確か今日だと思うんですけど、エスパルスの公式 YouTube の方でオレンジウェーブのお二人のパルちゃんメイク動画というのが上がってまして、確か去年も別のメンバーで上がってたと思うんですけども、僭越ながら私リベロも何度かこのリベロチャンネルでパルちゃんメイクをさせていただいております。ただ公式の方のあのパルちゃんメイクがとても可愛らしいナチュラルな感じのメイクなのに対して、私リベロのパルちゃんメイク、このパルちゃんのより黄色に近い感じのものを目指しております。せっかく公式さんの方からパルちゃんメイクの動画が上がったので、これを機会に僕もメイク動画を上げてみようじゃないかと思い、今撮影しております。需要があるかわかんないんですけど、まあ40のおっさんがなんか頑張ってるなっていうのを見てていただけたら幸いです。生配信っていうのもちょっと考えたんですけども、失敗した時のことを考えたらね、まあ録画して編集してっていうのが無難かなと思って今撮っております。まあ真似する人はいないとは思うんですけども、ぶっちゃけ推奨はしません。かなりね、分厚く動乱を塗って肌にも良くないと思いますし、落とすのも大変ですし、ね、もしかしたらちょっと手とかも汚れてしまうかもしれないし、でもそれでももしやるっていう方がいたら自己責任でお願いいたします。私は責任は持ちません。リベロチャンネルでは、もったいぶってても仕方ないので早速始めていこうと思います。まず使う道具をね、紹介していきましょうか。化粧品と言いますか。まずね、一番使うのがこちらですね。黄色い。これね、ご存知ない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、僕は舞台役者をちょいちょいやっておりまして、舞台の役者さんが主に、買い物する三吉というお店がありまして、東京にしかないのかな？東京に何店か、新宿とか、あと有楽町とかにも支店があったりするんですけども、何店かあると思うんですけども、この三吉というお店の、クラウンカラーイエローファンデーションという商品になります。でね、リベロチャンネルで結構使ってるのでもう減ってると思うんですけども、あ、これ、あれだ、なんか美容系 YouTuber の人がやるみたいなポーズ、やっとこう。せっかくだから。これで顔を黄色くしていきます。で、あとは、これも三吉だな。これも同じく三吉というお店で買いました。クラウンホワイトファンデーションという、まあ白い動乱ですね。これで、目を表現するときに、パルちゃんの白目を表現するときに、これを使っていきます。あとは何だろうな。あとは、これだ。これも、三吉で買いました。これはですね、口からアイシャドウという、これ、パルちゃんの目の部分ですね。この黒目の周りの青っぽい部分、これを表現するときに、これ使います。アイシャドウですね。で、それを塗るための、なんて言うんだろうな、これ。ハケ？筆？これはね、確か某100円ショップで買いました。はい。で、あとはこれですね。これも三吉の商品です。三吉ばっかだな。クラウンカラーアソートファンデーション。これ4種類、黒、青、赤、白と色が入ってるんですけども、これは何だろう。なんかの舞台の時に買ったと思うんですけど、この辺を殴られたのを、化粧で表す時に、確か赤色をこれで使いました。で、今回これ何に使うかと言いますと、パルちゃんの口ですね。口は本来こんな感じになってるんですけども、この下べらの部分の色を表現するときに、口紅みたいにここに塗っていきます。この赤で。それに使います。あとこれで最後かな。これは三吉じゃないですね。これ普通にドラッグストアで買いました。
リキッドアイライナー初めて買いましたよ。結構高いですね。1300円とか400円ぐらいしたと思うんですけど、マジで女子って大変だなと思いました。お金かかるんだなと思いました。でこれはですね、眉毛とか、あと鼻とか、あとちょっとね口のところ線入れるときにこれを使っていきます。ただねこれ結構使ってきたんで、今までの動画で足りるかな、途中でもしかしたらなくなっちゃうかもしれないんですけども、その場合は今撮ってるのはお蔵入りになります。まあこの動画公開されてるとしたら足りたんだなと思ってください。一応あとメイク落としですね。これ前ね、動画でパルちゃんメイクして、撮った後にメイク落としがなかったことに気づいてめちゃくちゃ焦りました。その時はね、確か石鹸でもうゴシゴシこすって無理やり落としたんですけども、これメイク落としがあれば簡単に、比較的簡単に落ちますので、忘れないようにしといてください。以上です。以上で今からパルちゃんメイクをこの顔面に施していきたいと思います。リベロチャンネル。はい、では早速やっていきます。まずはですね、これちょっと髪の毛についちゃうとあれなんで、手ぬぐいでちょっと巻いていきます。汚れてもいいような。ちなみにこれ、昔演劇のお芝居の公演で長野に行った時に善光寺で買った手ぬぐいです。手ぬぐい大好きなんですよね。エスパルスの入場者特典かなんかで前手ぬぐいがあって、僕その試合行けなかったんですけど、別のサポーター仲間の方からちょっと譲っていただいたりして本当にありがとうございました。そう、このパルちゃんメイクをなんで始めたかっていうきっかけなんですけども、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、川口プロデュースっていう、まあコーヒーが冷めないうちにっていう、もともと演劇なんですけど、舞台なんですけど、それが小説化して、それが映画化されたりして、でそれの原作者である川口俊一という、川口さんって呼んでるんですけど、川口さんとずっと一緒にお芝居やってきたんですよ。でそのコーヒーが冷めないうちにを主にやっている川口プロデュースという団体がありまして、でそこの団体で一時期ね、1年毎日 YouTube を上げてみようっていうのをやって、その時に一つの企画で、メンバーの山口咲希という、まあそれもこの辺に出しときますけど、山口咲希が、ピカルちゃんメイクをいきなりしたしたんですよ。でその次に僕にパルちゃんメイクを施したんですね。で山口咲希は実際にそのピカルちゃんメイクでアイスタに、あれは2020年の開幕戦かな、 FC 東京戦で、でその時確か声出し応援ができた最後の試合だったんですけども、その時にパルちゃんメイクでその山口がアイスタに行ったりしたんですけども、僕はねまだパルちゃんメイクでアイスタに行けてないという悔しい思いをしております。まあ、もしマスクを外して観戦ができるような状況になったら、ぜひ一度パルちゃんメイクで行かせていただけたらと思います。そんなこと話したらメイクが進まないので、メイクしながら話していくか。どうやってやってたっけな、どういう順番だっけな、ちょっと最近やってないんで忘れ気味なんですけども、確かね最初に目の周りの白を塗ってったんだ。確か僕メイクの正しいやり方とか知識とか全くないんで、その辺もご了承ください。ただもう見た目のインパクト重視で今までやってきましたんで、パルちゃんメイク。そうだ、鏡を見ながらいきまーす。ついに動画でこのパルちゃん、もうパルちゃんって言っちゃってるけど大丈夫かな、怒られないかな公式に。あ、でもね去年だったかな、なりきりパルちゃん選手権っていうのが
SNS 上で行われて、みんなパルちゃんになりきって、ね、写真を送ろうっていうのがあって、それで3組の中に選ばれて入賞したんですよ。でエスパルスのホームページに載せていただいたりしたんですけど、だからまあ怒られないでしょう大丈夫だと思います。何の話だっけ、なんか別のこと話してた気がする。もうね、年で忘れちゃうんですよ。人の顔とか名前もなんかどんどん覚えづらくなってる気がする。そう、舞台のセリフとかももともと物覚え別にいい方ではないんですけど、さらに物覚えが悪くなってる気がすんだ。え、マジでちょっと忘れてるわ、メイクのやり方。もうね、ガンガン塗りたくっていきます。いいか、もう今までだって別にそんなかっちりやってたわけじゃないから、メイク一番初めにね、山口にメイクしてもらった時は、そのエスパルスのスタジアム焼けというか観戦焼けで顔が真っ黒だったんで、まずなんかね、顔白く塗って色を抑えるっつってやってたと思うんですけど、もうそんなんガン無視です。この目のとこが終わったら直で黄色く塗っていきます。イエーイってね、これ今バルちゃんの白目を塗っております。すごい、なんかこの絵面だけ見たら歌舞伎役者さんがなんか自分で化粧してるみたいな手ぬぐいも相まって、歌舞伎役者さんとかね、全部自分でやるんすもんね、あれ。すげえよ。毎公演やるんだもんな。ちゃんと肌のケアとかもしっかりしてるんだろうな。何もやってないですもん。こんなもんかな。こんなもんで OK でしょう。バランスおかしい。いや、気にしない。さあ、というわけでいよいよメインっていうのもおかしいですけど、黄色に行きます。黄色もね、これかなり減ってるんだよな。これ見えますかね、何回分とかね書いてあったと思うんですよ。だって普通に化粧するときに黄色なんて使わないじゃないですか。そういう本当のクラウンの方とかが使うようなのかもしれないですけど、あとはなんだろう、キャッツとかたぶん今回使う分ぐらいはあると思う。あ、もしかしたら買い足さないと次厳しいかもしれないな。次いつやるかわかんないですけど、あれだな、新国立で7月2日に30周年記念マッチでできたら一番いいんだけど。さあ黄色に行きまーす。えーい、もう力任せなんですよいつも。で本当はなんて言うんだろう、パフとかにつけてこうやって伸ばしてったりするのかもしんないですけど、全部素手でやってますいつも。でも黄色が薄いなと思ったらちょっと足したりとか、もうマジで力任せです。ほんとね、もちろんいつも一人で黙ってこうやってメイクしてるんですけど、これやるとき、いい歳して俺何やってんだろうって思う時もありますよ。ほんと、少しでも、ね、一人でもこれを見て楽しんでいただける方がいれば幸いです。この黄色の塗料じゃねえ、
黄色のファンデーションもね、確かね、もう2種類ぐらい試したりしたんすよ。どれがやりやすいだろう、どれがなんか綺麗によりパルちゃんっぽい黄色に見えるだろうと思って試したりしたんですけど、この三ツ吉のクラウンカラーイエローファンデーションっていうのがしっくりきました。まあね、紹介してもやる人はいないと思うんですけど、まあなんか眠れない時とかに見てください余計眠れなくなりそうだけど、これ見たら。もしくは夢に出てくるか。これ確かいつもね、今ちょっと話しながらやったりしてるからあれですけど、確かいつもは20分から30分ぐらいでやってたと思います。ちょっとこの動画がどんぐらいの長さになるかわかんないですけど、多分少しは編集を入れると思うんで。あー、黄色くなってきた。こう黄色く見えんな。これ後で編集しながら真面目な顔して何やってんだろうと思うんだろうな。意味あるかわかんないですけど、一応唇も黄色で一回潰しときます。後で赤く塗るんですけど、これ初めてやった時に思ったんですけど、パルちゃんっていうかあれですよね、あの映画のマスクみたいですよね、ジムキャリーの。あ、久々に見たいなあれ。めちゃくちゃ面白かったもんな。これが緑だったら完全にマスクじゃんね。マスクじゃんねーって、じゃんねーって、あれかな？静岡弁かな？あんまりね、東京にいるときは静岡弁を出してないつもりなんですけど、まあ、イントネーションとかたまになっちゃうと思うんですけど、静岡弁っていう静岡弁は多分出てないとは思うんだけど、どうなんだろうな。家族とかと話すとめっちゃ静岡弁になります。静岡弁っていうか焼津弁？静岡県焼津市っていうところの出身なんですけど。さあ、オッケーでしょう。黄色オッケー。あとは次はどうしてたっけ。次は何やねん。次は眉毛とか描いちゃってたっけな、どうだっけな。まあ、別に厳密な順番があるわけじゃないんですけど。あれもうアイシャドウやっちゃってたっけ、この時点で。別にどっからやってもいいもんな。よし、じゃあ、アイシャドウやります。パルちゃんのこの、黒目の周りの部分ですね、青いところを表現するのにこの辺をアイシャドウでやっていきます。アイシャドウも自分で初めて買いましたよ。しかもこの色です。見えるかな。これも加減がわかんないんですよ。結構ね、このアイシャドウがこのパルちゃんメイク、リアル風パルちゃんメイクの一番の難関なんですよ、自分にとって。あのね、左右のバランスがちょっとできなくて、ほんとね、女の人って毎日これをやってんのかと思うと、リスペクトしかないですよ。いきまーす。黙っちゃうな、これちょっと難しい。こう上の方まで、本物の眉毛ぐらいまで。うわー、待ってきた、つけすぎか。そこうなっちゃうんだよ。これが一番難関なんだよ。ちょっとあまりに無言が続いた場合は早送りにしたりするかもしれないです。化粧でさ、電車の中でやってる人とかいるじゃんね。あれマジですごいと思う。
だって下手したら朝の通勤ラッシュとかでやってる女の人とかいるもんな。揺れるしさ、揺れるし周りに人いるし、ね、もしかしたらぶつかっちゃうね、危険性とかもあるわけじゃん。それで失敗したりとか、どうすんだろう。時間が惜しいっていうのはわかるけど、ね、返信してるところを人に見られるっていうのはどういう気持ちなんだろう。俺も今これ人に見られてるんだけど、直接ではないとはいえ、こんな感じかな。せっかく動画で撮ってるのでもうちょっと濃くしてみる。目をやってるのになぜ口もこんなになっちゃうの。無防備なリベロをご覧いただいております。こんな感じかな、いつも。このね、左右のバランスがあって、別にそんな厳密なメイクじゃないからいいんだけど、こんなもんにしておきましょう。 OK。 さあもう少しです。今始まってどんぐらい経った？20分ぐらい経ったかな。30分以内にはできそうだ。次は唇をやっとこうか。唇はね、もう筆とかも何も使わないです。指でこうやってチャンチャンって言って、あ、画面見てやってた。鏡見てやんないと。唇がカサカサ。こんな感じです。いやー、伸びてほしいな、この動画。ここまでやったんだ。おっさん、体張ってんなと、いいなと思ってくださったら、高評価ボタン、チャンネル登録、お願いいたします。お友達とかにもね、おすすめしていただけたらとても嬉しいです。無理にとは言いません。なんか、アホなことやってるやつがいるよっていうのね。例えば、なんか前、ツイッターで、一昨年か去年ぐらいに見かけたんですけど、別のクラブのサポーターの人が、そのクラブのマスコットのメイクをしたりしてたのをツイッターで見かけたんですけど、結構やってる人とかいんのかな。さあさあ、そんなこんなでラストスパートです。でさっきのアイシャドウも結構難関なんですけど、このアイライナーですね、こちらこちらも結構メイクの心得がない私にとっては大変です。これまず眉毛を描いていきます。これリアルな眉毛のところじゃなくて、眉毛の上にパルちゃん眉毛を描いていきます。パルちゃん眉毛がございます。本当にこのパルちゃんを参考にするとしたら、この白よりちょっと1センチぐらい離れたこの辺だと思うんですけど、僕はいつもこの白いところに沿ってやっていってます。デデーン。ためらわない、ためらわないことが大事。結構もう長くね、この眉毛女の人で描く人とかいると思うんですけど、これもね、左右でバランスとかめちゃくちゃ難しいですよね。うわ、鏡の中の自分がめちゃくちゃ真剣な表情してる。それを見て笑っちゃう。笑って眉毛がずれる。あ、もうすでに形が違うもん。こんなもんか。なんかちょっと凛々しい眉毛になっちゃったな。いつもこんなもんだっけ。もうちょっと太いか、いつも。
わ、めっちゃ電気が鏡に反射して目がキラキラしてる。あんまりね、いじると余計変なになっちゃったりするね。ちょっとごまかして、なんかゴルゴみたいな、まあいいや、オッケー、これでいい、これがいい、いいんだ、リベロパルちゃんメイクはこれでいいんだ。さあ鼻ですね、もうちょいですよ。皆さん見てくれてますか？途中でやめてませんか？視聴を最後まで見てください。これをもしね、スタジアムにしていくってなったら、どこでこのメイクをするかっていう。さすがに家からしてったら、たどり着く前に警察に捕まる可能性があるので、スタジアムの近くでやりたいなと思うんですけどね。車とかあったらその中でできるんですけど、ルークさんの車とか中借りてやらせてもらおうか。でもね、汚しちゃいけないから、汚さないように下に何かを引いたりして。リベロチャンネル史上最も自分をさらけ出してるかもしれない今。素顔は隠されていってるんですけど、普段のこのリベロをさらけ出してるかもしれない。何言ってるか分かんなくなってきた。こんなかな、こんなんでいいでしょう。さあ、あと口だけです。口だけっつっても、このね、この線を、このラインをちょっと表現したいという、ぶっちゃけ打足かもしれないんですけども、インパクト重視で行っております。あのラインをこうしていきまーす。この口紅の境に沿ってラインを引いてってます。なんか貴族のヒゲみたいですけど、なんとか今回の分は持ちそう。アイライナーが、あれ今何時だ、コインランドリーで乾燥機かけてるの忘れてた。おお、鏡が落ちた。リベロが一人、なんか薄いな。画面で見ると大丈夫か。大丈夫っていうのは何が大丈夫かっていうね、逆に絵面的には大丈夫じゃないかもしれない。で、いつもこの下の唇のラインも引いてってます。もうちょっとだ、頑張れリベロ。これグリーンバックで後ろ抜いて、またいつものアイスタの背景とかにしようかとも思ったんですけど、もう完全に今回の動画撮影の裏側なんで、もうこのままグリーンバックでいこうかな。編集も楽だし。こんな感じです。できた。30分ぐらいかかりましたか。はい、できました。ででん、あ、まだだ。ですね、ここでいつもパルちゃんの耳のカチューシャをしております。これは公式のグッズなんですけど、じゃあこの手ぬぐいを外します。てってでーん。ベジータみたいになってる。髪型はどうでもいいでしょう。ここにこのパルちゃんカチューシャをして完成になります。いきます。てん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 リアルパルちゃんだよ。みんな仲良くしてね。絶対自分だったら関わりたくないですけどね、こんな人。はい、これがパルちゃんとの比較になります。全然違いますね。いやー、でもね、このメイクが好きだと言ってくださる方もいるんで、そういう方が一人でもいる限りは、まあ、毎回は無理なんですけども、たまにしかできないんですけども、続けていこうと思います。それでは以上、リベロのリアルパルちゃんメイク
講座でした。イエーイ、リベロチャンネル。というわけでこの動画は以上になります。最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。ちょっとでもいいな、おじさんが頑張ってるなぁと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。じゃあもうせっかくやったんですけど、これねたまに要望いただくんですけど、半分だけ落としてアシュラ男爵みたいに、アシュラ男爵っていうのはマジンガー Z だよな、のキャラクターで、なんか半分男の人で半分女の人みたいな敵キャラがいるんですけども、それみたいにしてほしいっていう要望があるんで、これもやっていきたいと思います。いきますよ。でぇー、ぶわさっきマスクって言ったけど、ジョーカーでもあるな。ジョーカー役待ってます。うわぁ。そうだ、俺は早くこのメイクを落として乾燥機へ洗濯物取り行かないといけないんだ。完全に俺鏡見るの忘れてた。画面見ながらやってた。これでコインランドリー行ったらやばいよな。こんな感じかな。半分パルちゃん、半分リベロ。いかがでしょうか。特にオチとかないです。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。